あの今その平林組といいます。長いこと昔から、この建築の仕事をさせていただいて、あの湯浅でもかなり古いと言われているあの建築士です。ちょっと何代目は定かでないんで、あの文献で残ってるのは元禄あたりからっていうような、そういうやつも残ってるみたいで、いろんな方向から、あのお前とここんな古いんやぞとかって言うていろいろ いただいてます。ほんで最近あの旧諏訪原家っていうことで4年がかりで、完成した、あのまた 見に来ていただいたら ありがたいですけども、それが終わった後この湯浅駅改修っていうことで、みんなのちょっとこだわりのあのあるヒトラーばっかりで、とにかく仕事するにこだわってこだわって、今やっと完成に近づけるっていう状態です。源次郎さんとも一緒にいろんなその中身、まあ、かまどにしろいろんな話を出て、まあ回転が楽しみですっていうことで、ここがそのひし形に、今のこのひし形の屋根でイメージできるような写真がずっと残ってて、これも撮られてなくなってたんやけども、今それを復旧してる、この古い格好に戻した、その回収、これからこっちに変わって、これからこっちに戻してるっていう。でこの窓なんかちっちゃなってるやん、この大きく今写真撮ったのがここまであるんです。もともとが大きかったやつをちっちゃくしてたのをまた戻した